40代入ってお腹が全然引っ込まんなった。疲れは取れにくいし、体にも冷やい部分が増えた。老廃物が溜まったり、腹の肉が取れん、脂肪が全然減らん、痩せにくいよって思った人は今回のメニューを一緒にやっていきましょう。膝ついたまま腰を丸めたり緩めたりしましょう。寝たままで足を振りましょう。体を持ち上げたり休んだりしましょう。体を上げたら少し足踏みしましょう。体を持ち上げてお尻を左右に振ったら降りましょう。息吐きながらお腹を伸ばしたら戻りましょう。膝をついて足を振りましょう。体を持ち上げたら交互に膝をつきましょう。膝ついたままでお腹に力を入れて腰を丸めましょう。プランクの状態から腰を高く持ち上げて、おへそを覗き込む感じで腹筋を使っていきましょう。ラストです。
今度はこのまま腰を丸めます。丸めたままで前後に動きます。あとお尻を前に突き出す感じで、そのまま腰を丸めたまま、腰が反れないように注意です。はい、オッケー。と、これで腹筋群全体を使えてます。くびれにもいいです。今度体重をね、移動させる感じで腰を丸めたままです。OK、 今度は仰向けで寝ましょう。足を組みます。起き上がっときます。スタート。できるだけ体を起こしてください。しっかり吸って吐きます。お腹をどんどん引っ込めながら息吐いて。 OK、 反対も一緒です。手で足持ってていいです。いきましょう。吸って吐きます。オッケー。もう一度反対足です。今度は足を動かしていきます。あとできれば一回ずつ息吐いて、ふうふうって感じで、スタート。しっかり腰丸めることでね、お腹に力が入りやすくなりますから。お尻もストレッチできてます。 OK、 手のひら2枚分ぐらい引っ込めてください。これで息を5秒間吐きます。それを5回いきましょう。あと1、2、お腹をどんどん引っ込めます。3、4、5、吐いて1、2、3、4、5、吸って吐いて1、2、3、4、5、吐く1、2、3、4、5、はい、吸って吐いて1、2、3、4、5。 OK、 反対足も一緒です。あと1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。はい、 OK です。今度は足をね、少しずつ動かしてみましょう。あと2、3、4、5。そうそう、こういう感じです。バッチバッチ。足はあんま伸ばさなくていいです。少しだけ伸びれば OK。 呼吸だけ合わせて5秒、腰が離れないように中に引っ込めたままです。OK、 今度はチューブです。初級の方は起き上がったら足を曲げて戻る、中級の方は起き上がったまま抱えて戻す。繰り返していきましょう。呼吸は一緒です。いきます。スタート。1、
1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト5、2、3、4、5。はい、 OK です。それでは反対頑張っていきましょう。疲れた人はね、初級に変えてもいいです。初級の方は引き続きいきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、うわ効いてきた。3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、ラスト5、2、3、4、5。うわ、腹に効いてきた。それでは下から下腹部いきましょう。初級編の方は足を組んで1回ずつ寝ます。中級の方は体を起こしたままで足を動かしていきます。さあラスト、好きな方やってください。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。うーわー、いってー、腹いってー、どっちの足組んだか分かんなくなってきた。こっちか。さあラストいきましょう。いきます、スタート。1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。うわー、いってー、腹筋が飛んでいく、いってー。